5日間働いて、でその後5日間休みます。両英語の通訳の勉強を始めて、あの資格内科に特化した看護師さんになれるし、手術専門の看護師さんになれますし、野生動物専門の看護師になれますし、そうだな、現在の生活の、まあ、一日の流れについてお聞きしてもいいですか？はい、私は24時間の救急動物で働いている救急専門の、動物看護師なんですけど、私のシフトは夜勤専門なので、1日労働時間が8時、夜の8時から朝の7時まで、もう11時間労働なんですね。でそれを、5日間連勤します。5日間働いて、でその後5日間休みます。でそれの繰り返しですね。なので5日間で、55時間働いて、でその後、5日間丸休みっていう感じです。はい、週っていうわけじゃないんですね。週じゃないですね。はい、でも大体1ヶ月どうだろう、165時間ぐらいかな。なのでまあフルタイムと多分一緒ぐらいですね。そうです、40時間ちょっと超えるかなって感じですけど。はい、なるほど、ありがとうございます。その5日間お休みということで、その5日間のお休みの日とかはどんな風に過ごされてるんですか？私今本当最近始めたんですけど、医療英語の通訳の勉強を始めて、資格を取りたいなと思って、こっちで海外で在住してる、日本人の方で動物病院とかに行くとき、ちょっとコミュニケーションが不安だったりとかする方が結構いて、たまに頼まれるんですね、この通訳を。ああ、そうなんですね。はい、日本人の通訳さんってよくいるじゃないですか。海外で病気して病院に行った時に、日本人間の通訳さんって結構いるんですけど、動物病院の通訳さんっていないなと思って。あ、はい、なので最近はその勉強して、資格を取るために勉強して、なので休みの日は全部医療英語の単語とか。あ、ね、あと私アルバータ州に住んでるんですけど、ロッキーマウンテンが結構身近にあるので、まあハイキングしに行ったりとか、その辺にナショナルパークとかいっぱいあるので、茨城に、はい、ちょっとドライブして大自然を楽しんでます。ありがとうございます。ではですね、ではですね、お仕事についてなんですけど、まあ、先ほどちらっと日本でもいいので動物病院経験してた方がいいよとのことだったんですけど、はい、日本の病院とその海外の病院とで何かこう、はい、違う点っていうのはあるんですか？全く違いますね。まず日本の動物病院で働いてたことがあるので言えることなんですけど、日本の看護師さんって、まあ、多分場所によっても全然違うと思うんですけど、やっぱり基本的なやっぱり業務内容っていうのは固定だったりとか、あと受付に回る看護師さんもいますし、まあ、薬剤使ったりもしますけど、採血とか留置針を入れたりとか、CPR するとかっていうのまずできないですよね。資格もないので。なので本当に業務内容は本当に全く違ってて、普の動物病院ってまず獣医さんと、あと看護師さんと、あと看護師のアシスタントがいるんですね。アシスタントさんは、固定をしてくれたりとか、あとケージの掃除をしてくれたりとか、洗濯だとか、獣医さんの、使った医療器具を洗ったりだとか、そういう業務が一般で、多分日本の看護師さんはそれに近いと思いますけど、こっちのカナダの看護師はまず
例えば手術の場合だったら気管挿管しますし、まあ、経管確保もしますし、留置も入れますし、あとは血液も取りますし、あとカテーテルの挿入もしたりとか、あとレントゲンも自分で取りますし、手術の時の麻酔管理も全部看護師さんがやりますし、結構超音波の使い方も知ってる看護師さんも多いですし、あとはそうですね、簡単な方法とかも看護師さんしますし、もう本当に幅広いで、うんうん、もう本当に一人でやってしまうことも多いんですけど、こっちではやっぱり診断と手術は、できないので、それ以外のことは、ほぼ全部いますね。ああ、なるほど。相当、獣医さん専念できて、助かりそうだなっていうふうに。そうです、そうです。獣医さんは本当に獣医業っていうので、うん、なんか、専念できると思いますね。うん、まあ、そんなふうに、まあ、業務内容が全く異なると、やっぱこう、なんだろう、日本の動物看護師さんと比べて、まあ、いい点もあれば悪い点もあると思うんですけど、いい点悪い点というか、まあ、難しい点もあれば、まあ、逆に得るものだったりもあると思うんですけども、そういった部分っていうのはどうでしょうか。やっぱり責任感、まあ、相当いろんなことをやるので、それに伴って本当に責任がどんどん伴ってくるので、薬を間違ってあげてしまったりとかでするともう 100% もう看護師の責任ですよね。で、訴えられることももちろんあるので、何かこうすごい重大なミスをしてしまった時とかはやっぱり看護師に直接こう訴えてくる人もいるので、まあ、ライセンスを持ってると結構弁護士こっちも立てていろいろできるんですけど、やっぱりそこら辺の責任力の違いですかね。ちょっと悪い点というか、うん、まあ、出し上がるというか、そういうところはありますけど、でもやっぱり得るものの方が大きくて、やっぱりいろんなことが幅広くできるので、その分やりがいもすごくありますし、なんかこう、獣医療に貢献してるなっていう、達成感もありますし、本当に向上力がある看護師さんだったら専門医にもなれた、専門看護師の資格も取れるんですよ。そうなんですね。はい、救急、私も目指してるんですけど、救急の、救急集中治療科の専門の看護師にもなれますし、あとは、内科に特化した看護師さんにもなれるし、手術専門の看護師さんにもなれますし、野生動物専門の看護師にもなれますし、本当に突き詰めていくとどんどん夢が多分広がると思いますね。どんどん先があるので、常に勉強して常にスキル高めて、だから向上心ある人だと本当にこの仕事やりがいがあると思います。ありがとうございます。衰弱している動物とかに留置針入れるとかってすごい利点は結構いっぱいありますよね。ああ、なるほど。あと給料が高い。例えばこう6時間待ちとかになってしまうと、もう叫び始める人とか